エスパー国防長官は9月16日、アメリカの海上艦隊を現在の293隻から355隻以上に拡大する計画、フォワード・トゥ・ザ・フューチャーを発表した。さらに、アメリカ空軍は B-21 ステルス爆撃機を180機買い増したいと考えている。フューチャー・フォワードプログラムは、アメリカの海上艦隊を293隻から355隻以上に拡大すると同時に、 海軍の航空戦力と海底戦力を強化するものだ未来の艦隊は空でも海でも海中でも致命傷を与えることができるよりバランスの取れた艦隊になるだろうこの研究は将来の艦隊を計画し決定し構築する際の指針となるだろうとエスパー氏は語った将来の艦隊はより多くの小型戦闘機で構成され 友人、無人自走式の軍艦潜水艦艦載機などの選択肢があるこれによりより多くの地域への米軍の展開が容易になり激戦での生存率を高め将来の複雑な戦闘状況に適応しより広範囲で精密な攻撃が可能になる将来のアメリカ海軍の無人システムは致死的な武器の発射から地雷の植え付け 敵への監視や補給まで様々な戦闘機能能を果たす可能性があるこれは今後数年から数十年の間に開戦へのアプローチ方法を大きく変えることになるだろうとエスパー氏は述べている9月17日「VOICEOFAMERICA」オブアメリカ氏は大国同士の競争時代にあってアメリカ国防総省は中国ついでロシアを主要な戦略的競争相手に指定したと報じ これらの大国は、捕食的経済、政治的投作、軍事力を利用して、しばしば他国を犠牲にしながら、パワーバランスを自分たちに有利に変えてきたと強調している。例えば中共は、一帯一路を主導し、他国に多額の負債を負わせ、主権を犠牲にさせる悪質な経済支援を強要している。 エスパー氏はインド太平洋地域が主な戦場であると述べた。この地域は世界の貿易や商業の重要な点であるだけでなく、中国との大国競争の中心地でもあると述べた。エスパー氏はさらに、に海軍力でアメリカに立ち打ちできないということを明確にさせたい。新計画をやめたとしても、中共が公海上の能力で匹敵するまでには何年もかかるだろう。 それにもかかわらず我々は先手を打たなければならない。世界最大の海軍であり続けるために近代的な軍艦の建造を続けていく。と述べ、中共軍の妨害工作や活動による紛争を止め、必要に応じて海上で敵国と戦い、撃退する準備をしておくべきだと強調した。エスパー氏はアメリカの防衛戦略が成功するかどうかは第一に、 全軍の致死性と即応性の改善。第2に同盟関係の強化とパートナーシップの構築。第3に最優先事項にリソースを合わせるための国防総省の改革。この3つの柱にかかっていると述べた。トランプ大統領就任後は米軍への投資が増え、2020年度のアメリカ軍予算は約77兆円。 2020年の初めアメリカ海軍は初の誘導ミサイルフリーゲート艦を購入するために約830億円の契約に署名しさらに9隻を購入するオプションがあり約5900億円近くの価値があるとエスパー氏は述べた米海軍の新大型艦建造プロジェクトとしては10年ぶりのことである同時にアメリカ国益サイトは9月16日 米空軍は少なくとも180機の B-21 ステルス爆撃機を望んでいると題した記事を掲載し B-21 の購入を拡大大幅に増やすというアメリカ空軍上層部のビジョンを紹介しているそれ以前の計画では B-21 は80機から100機分となっていたミッチェル航空宇宙研究所のデイビッド・デ・プチュラ所長によると B2 爆撃機が導入されたのは1980年代後半から1990年代初頭でソ連が崩壊していく中でのことだという冷戦が終わりを迎えソ連の防空システムが破壊され探知を回避できる高価なステルス爆撃機はもはや必要ないとの見方もあった その結果 B2 爆撃機計画は134機から21機へと大幅に削減された。デビッド・デ・プチュラ氏はこの見解に関して当時は先見の命がなかったと述べている。同氏はアメリカ議会や上級軍事計画担当者に今は同じ過ちを犯さないようにと注意を促した。報告書によるとアメリカ空軍の数人の高官の粘り強さで 国防総省は年末までに180機の B-21 ステルス戦略爆撃機の購入を最終決定するという。これでステルス爆撃機で足元を追う中共やロシアなどはさらに遅れを取ることになる。